山市の富士安城寺店で行われた犬猫譲渡会。たくさんのボランティアさんが保護された犬や猫を連れてきています。新しい家族が見つかるかな。やっと出て行ってもやっぱりすぐ入ってきて頭数が減らないんですよ。やっぱりやっと2匹出ていたと思ったら4匹戻ってきましたとか、そんな流れなので、もっとこう譲渡率をどうにか上げて、そのまた保護する枠を開けていきたいなって思ってます。はい、ね、体調を崩した時がやっぱ一番心配で、もう大変です。もう死んでしまわないかっていう思いがすごく辛くなるんで、もうどうにか生かしてあげたい気持ちでいっぱいなんですよ。やっぱその亡くなってしまうかもしれないっていう時とか、やっぱ亡くしてしまった時が本当にもう活動やめたいって思うぐらい辛い気持ちになります。はい、もう生きて幸せになってもらえたら、はい、本当に。でいつか私たちのしてる活動が必要のない世の中になってくれればなと思ってます。はい、そう、めちゃくちゃいい子です。そうなんですね。この子はなんでここにおるんですか？愛護センターですね。もう迷子犬収容で入っとって。迷子犬、そう、ね、飼い主さん見つかるかなと思ったんですけどね、もう全然お迎えもなく、あ、そう、もう噛まれる覚悟でうちの代表が引き出しました。噛むこともなく甘えたれで。甘えん坊ですね。本当にね、寂しがりで。寂しがり、もう本当、もうとにもかくにも甘えたれ。そう、甘えたれで遊び、遊んで激しくって、で大体他の犬怒られるんですよね。あら、全く反省しませんが。でも本当にすごいいい子です。犬猫、特に犬を主に愛護センターや、個人の方、高齢者の方からのご相談により保護から新しい飼い主様へとつなぐ活動をしています、光と希望の金本です。本当に目まぐるしい、あっという間、本当に、もう1年という感じだったんですけど、ありがたいことにね、看取り覚悟で引き取った高齢者さんからのワンちゃんや、その結構体の大きいシェパー、50キロ超えのシェパードの子とかをもう保護したんですけど、飼い主様が亡くなられて、でもそんな子はもう看取りだなと思った子も、新しい家族が決まって、今に至ります。はい、それもらわれる何かこう秘訣とか秘策とか何かあるんですか？そうですね、やっぱり難しいなって思った子が決まったのは、やっぱりペットのお家ですね。ペットのお家は全国の方が見てて。何かペットのお家って、里親募集サイトで、その全国の方が見ている里親募集中のワンちゃんを載せるサイトがあるんですよ。でそこに登録して、光と希望で登録して、このワンちゃんで、ワンちゃんのプロフィールつけてっていう感じので、全国の誰でも見れるっていうサイトなんですけど、特にシェパードに関してはやっぱり好きな人がいて、そのシェパードって検索すると全国の里親募集中のシェパードが出てくるんですよ。もう今いる子に手をかけて、看取りでもいいので、もっと時間をかけて接してあげれる時間ができればいいかなと思ってるんですけど、現実まだまだそんなことは先だと思うので、できる範囲で、無理のない範囲で、私のできることを頑張りたいと思ってます。猫はワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。いろいろあった2023年、猫ワンも今年の番組から1年を振り返ります。そうそうそう、面白い、ウサギみたいですね。そうなんですよ、可愛いんです。猫ワン、松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。今
心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、こんにちは。今日は何を、子犬の紹介を前回受けたんで、それに会いに来ました。僕個人はテト君、一目でテト君だった。一目惚れ、はい、はい、一番可愛いっていうので、ただまあ白い犬、両親があんまり好きじゃなかったので好きじゃない、はい、はい、で他の子で、この子はもう決まってるって言われてたんで、なるほど、他の先着あるって言われてたんで、この4頭の中でちょっと選ばせてもらって、で今日はとりあえずこの子とこの子を予約させてもらって、どうするかっていうのもまあ相談しながら来て、ちょっと一回先に見せてもらって、で2頭がいいなって。なるほど、今日はお母さんと一緒に来られてる。はい、ということは立花家に行く2匹も大きくなりそう。そうですね、特にテト君はちょっと覚悟してもらわんと。白いテト君大きくなる、はい、なんでわかるんですか。前足がスペシャルに大きいです。奇襲犬並みになるんじゃないかなっていう。どうですか。喜んで喜んで大きい犬好き。もともと大型のコリーを飼ってたんで、で大きい犬もその小型犬よりかは大きい犬の方がずっと好きなんで、うん、そうなんで大きくなるって聞いたので、ちょっとテト君を押しました。なかなかね、皆さんね、20キロ級になるって言ったら、それを理由にちょっと難しいなっていう人が多いので、ありがたいです、こうやって大きいのどんとこいみたいな方が。本当にありがたいです、本当に。そんな言い方。うわ、テト出た、テト出た、まあ、チョゲも白いでちょ。年取ってもじゃあ白い。そうですね。どんな性格ですか。あのマイペース、おっとりさんですごく。でこの子が一番あの人を怖がらなくて、はあ、ぼーっとしてる感じ。ぽやっとしてますね。はあ、ハンディを持つお子様へ。テローグループで IT を学びませんか。建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。1匹になると不安ですよね。はい、1頭よりかは2頭でお願いしたかったっていう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。大き
なってちょっと入っちゃっていいですか。ゆきみちゃんの娘さんの、あ、いい匂い、可愛らしい子ですよこれ何の匂いですか。しきび。あ、しきびの匂い。いい匂い。匂う？匂う。すごい匂い。これ匂いカレーが混じるけど。お仕事の研ぎですか。そうそう。ここにおってくれるの？ごめんごめんね。カメラ苦手ない。食欲はどうですか。すごいすごい2人とも、よかったよかった。おやつの音がしたら飛んでくるかわいい年賀状手とか手と突っ張ってます私の服がはだけていきますキロ超えてますよ。32キロかな。大丈夫です。すごい。米袋より重たい。米袋より重たい。みかんのコンテナとどっちが重いですか。こっちが重い。今年の収穫。全然こっち。かわいい。うわかわいい。もう無理。ガリガリだったということですが、どういう、どこで見つけたんですか。うちのですね、勝手口の外にゴミ箱があるんですけど、ゴミ箱漁ってたんですよ。お腹空いてて。お腹空いて。これで。で、うちにも猫がおるもので、はい、どうにもかわいそうになってしまって、はい、また愛想のいい子なんですよね。コラってこっちが言ってるのに、コラって言うんです。ゴロがまずね、まあ漁られたんでね。ゴロ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 寄ってきて、それで保護してしまった感じですね。グレーでなかなか綺麗な子ですね。そうなんですよ。撮ってみればいいものあげてるんでしょう。いや、うちの子と同じカリカリなんですけどね。そうなんですね。かわいい。重量級ですね。なんか今日獣医さん行ったら 6.5 キロ、はい、ちょっとすごいですね。重量級でした。元は 4.5 キロでしたから、はい、ここ2月ほどで2キロ増えたんですね。激増ですね、体重が。ちょっとご飯やりすぎたかなと思って反省はしてるんですけど、でも、はい、やっぱり外でお腹空いてたみたいで、めちゃくちゃ食べたんですよ、保護した当初。そう、これだけふくよかだったらちょっと安心ですね。そうですね。性格はどうですか、ウニちゃん。この子なんか見た感じ、スネコっぽい体格だと思うんですけど、ものすごい甘えん坊でですね。膝に乗りたがるし、ずっとゴロゴロ言うし、この尻尾がですね、どれどれ、尻尾が鍵尻尾なんですよ。鍵尻尾で、そうくつろがれると尻尾の特徴を見せれないんだけど、ウニさん、あのですね、普通に座ってご飯とか食べてる時だと、ウサギの尻尾ぐらい短く見えるんですね。すごく可愛いんですよ。そうなんですか。うちゃん、おわあそうそうそう、面白い、ウサギみたいですね。そうなんですよ。めちゃくちゃ可愛いですね、この子。あのシンプルなグレーかと思ったら、ちょっと生地が入ってますか。はい、お腹側はシマシマですね。と前足とか後ろ足にはちょっと茶色の色味が入ってて、普通のグレーではないかなって感じがします。そうなんですね。大きな顔がチャームポイントですね。そうですね。
いかにもこうボス猫っぽいエラの張った大きな顔に、耳は実は小さくてですね、本当だ、個人的には後頭部がちょっとカワウソ感があると思ってるんですけどまたそれも可愛いところですね。鼻もモフモフですごく触り心地もいいんですよ。ちょっと試してみたらブラッシングも嫌がらなかったので、ブラシかけたりもしてますね。もう早い者勝ちですね、ウニちゃん。こんな猫ラバーさんにもらわれてはないですね、保護されてよかったですね。飼い主さん募集中、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もらってください。とっても人懐っこくて可愛い子です。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。ボディーで、ふーちゃん、こんにちは。ふーちゃん、なんか緊張してると思う。ふーちゃん、おいくつですか？ふーちゃんは5歳です。5歳。何人ですよ、布団が。見たことないです、こういうの。ブルドッグで、もう体型がブルドッグの体型で作って、伸び縮み収縮するやつやから。そうなんですね。アイスのが入れるようになったんですよね。ポケットに首も揃います。でもしかして冬はここにカイロが入ったりするんですか？冬はもうカイロいらんぐらい。そうなんですか。夏はもうね、冷え冷えがないと、もう寒暖な冷やさないといけないんですか？もうすぐ熱に、熱中症とか熱中症になっちゃうんで、この子たちが多かったりするので、熱中症になりやすい。そうです、担当種のお花がちょっと短いワンちゃんたちが。手術してもらったん ね。手術？お花の鼻の穴広げて、喉のとこ。呼吸がしやすいように。呼吸が。よかったね。ずっとここでお世話になって。あ、なんか終わったみたいですね。赤い子終わった。我が家。赤い子終わった。うちは取材してるよ。赤い子また。耳掃除も。耳掃除取材してきていいですか？あ、そうね。ちょっと行ってくるね。耳掃除はどこで？あ、ここで。すごい。失礼します。今日は嫌な日。今日は嫌な日。のぶさん、補填の仕方がまた独特かなと思うんですが、これは
耳掃除をしようとした時に、はい、この子自身が伏せたので伏せた、はいはい、そしたらもうそのまましようかっていう自然なスタイルで、はい、へその子を無理やりこうお座りさせようとしたりとか、はい、なんか変な別の格好をさせようとするとやっぱり嫌がっちゃうので、あ、犬に合わせてるんですね、はい、まあ台に登るよりも床でそのままします、はい、へー、うん、これは中に綿花を入れて汚れをもみ取ってる感じ。そうです、中に液体を入れて、はい、ここ耳の方をもみもみして汚れを浮かして取るようなイメージです、ね、直接も入れちゃう。そうですね、直接入れて。染みないんですか。染みないです、ね、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。だいたい涙目ではあるんですけどね、はい、今日はすみません、CATV ですが猫ちゃん撮らせてもらっていいですか。猫ワンさんの取材で動物病院密着なんですけど、あ、そうなんですか。猫ちゃんだけ撮らせてください。ありがとうございます。4.86、はい、そうですね、だいぶ綺麗になりましたね、うん、一応4回は入れてる。そうですね、はい、はい、でもちょっとまだ炎症があるからもうちょっと入れてまた方がいいかもしれんですね、はい、まだ一個に戻すのは若干早いかもしれないですね。あれしばらく入れても大丈夫大丈夫です、大丈夫、それは問題ないです、はい、食欲とかは普通にありますかね、はい、あります。大丈夫ですね。目は一つしかないので。最初からですか。いや、ね、こっちはもう、うん、最初はもうあの猫風邪の影響で、ちっちゃい頃にかなり外傷になってたので眼球摘出をしたんですよね。ここで手術をされて、うんうん、片一方の目は大事にしていくんだけど、うん、そうですね、綺麗なお目々、はい、まあ、でもまだ残ってましたかね、お薬、はい、しっかり飲ま、あの、ごめんなさい、使ってもらって、はい、まあ、それ終わる頃にまた切り替えっていう感じでいいかなと、うん、だいぶ良くはなってますから、はい、もうしばらく使ってもらったら大丈夫かなと思います、はい、もし気になるだったらまた店に来てもらって、はい、はい、それから変えてもらったらいいかなと思いますね、うん、普段でもちょっとこう涙目なんで、はいはい、ちょっと微妙なんです、そうですね、まあ、全くその涙が出ないっていう状態にはならないとは思うんですけど、うん、もう少し腫れてるんで、はい、はい、使っといてもらった方がいいかなと思います、はい、帰れる帰れる、いい子ですね、入るんですけど、もう狭いですよねこれね。いやでも大丈夫ですよ、ね、でも大丈夫、はい、は
い、はい、すいません、ありがとうございました。どこで出会ったんですか、福田君と。野良猫なんでね、うんうんうん、ちょうどうちの裏側のとこになんかうろうろしてたんですけど、もう両目はこう潰れた感じ、なんかこうくっついて子猫の時に、うん、で3匹いたんですけど、親が2匹の子にあれするじゃないですか。でこの子もほったらかしで、でうろうろもうなんか動かなくなったような感じだったんで、うん、したらもう恐らく死ぬと思ったんですよ、うん、で朝起きたらまだ息があったんですぐ連れてきて、で先生が点滴してくれたらもうすごく元気になったんです。でもらってもらうあれにしようかと思ったんですけど、固めでしょ、だから結局うちで飼うようになったんですけどね。いやもう私も年だから、あんまり長生きされたらさっき分かんないじゃないですか。そんなことだからね、そう思ったんですけどね、はい、うん、飼ってみてどうですか、福田くん。おとなしいし、うん、飼いやすいですね、やっぱり。うん、犬もね、今まで3匹くらいいたんですけどね、はいはい、猫の方が飼いやすいそうですか、うん、今回は目が腫れてるんですか。結膜炎みたいになってて、でもともとだからそのウイルスがあるから、うんうん、あ、なるほど、うん、風邪のウイルスみたいな。そうそう、うん、だからすぐこう発病しやすいからね、こんなの繰り返しなんですよ。何ヶ月に1回こうやってお世話になって。そうですか、うん、何か飼うときに気をつけてることとか毎日ありますか。だからもう外へは行かさないし、うん、ちゃんともう目の方は普段も目薬入れてるんですけどね、今抗生物質なんか目薬。人慣れしやすいですか。そうですね、家にも最初から外出てないから、うん、人には、うんうん、でも抱っこされるの好きじゃない。ごめんなさい、あんまりね。一緒に寝てるんですか。そうですねペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あとお父さんに慣れてくれれば。お父さん慣れてないんですかめっちゃ吠えられます。あら、やっぱちっちゃい頃に。